バイオリンのレッスンがあるの忘れちゃダメでしょ。野球のバットばっかり振り回してたら指が動かなくなってしまうわよ。さあ行きましょう。ハローちゃん、抜けちまうのかよ。ごめんね。チッ、ピッチャーで4番バッターが行っちゃえばどうにもならねえや。ごめんなさいね。ハローはバイオリニストにならなきゃいけないのよ。嘘だい。ハローちゃん、プロ野球の選手になるんだろ。俺たちの中じゃ自慢ないもんな。ハルオ、行きましょう。ハムラちゃん、ハムラちゃん、ハムラちゃん、ボール、何してるの？早く入りましょう。さあ、早く。はい、ちょっとゆっくり来ますよ。2と3と、はい。1と2と3と。1と2と3と。はい、ちょっとストップ。あのね、タカ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 タ、16分布が合わないね。バラバラだ。一人ずつやってみよう。はい、京子ちゃん。はい。はい、よくできた。今度は春子ちゃん。そこはね、こうでしょ。もう一度頭から。先生、僕弾けません。どうしたの。春子ちゃんは素質があるんだから、もっともっと頑張らなくちゃ。素質なんてないんです。バイオリンはね、素質と練習だ。きっとハローちゃんは練習が足りないんだね。みんなの中で一番いいバイオリン持ってるんだから、もっともっと頑張らなきゃ。さあ、もう一回行こう。ハローちゃん、帰っちゃいけません。お母さんに言いつけますよ。お電話がありましたよ。ママ、僕バイオリン嫌いだ。何言ってるんです。こっちいらっしゃい。やっぱりしょうがないんだから。あなた、ハローがまたお稽古サボったんですよ。本当に困ってしまいます。ハルオが立派なバイオリニストになるようにお願いします。ハルオちゃん、お父さんはね、天才的なバイオリニストだったのよ。もうその話は何回も聞いたよ。死ぬ時に僕を立派なバイオリニストにしろって言ったんだろ。それを知ってて、なぜレッスンの途中から逃げ出したりするの。だって僕バイオリンが嫌いなんだ。素質がないんだ。天才と言われたお父さんの息子に素質がないわけがないでしょ。だって本当に下手なんだ。お稽古が足りないからです。さあ、もう一度行ってらっしゃい。
これはママが預かっておきますからね。あ、さあ早く行ってくるのよ。出なきゃ二度と野球なんかさせませんよ。バイオリンを落としちゃったといえば、バイオリンを弾かなくて済むようになるかな。坊や、忘れ物だよ。ほら、ぼんやりしてちゃダメだよ。ん？ありがとう。壊しちゃえばいいんだ。でも怒られるかな。でもうっかり落っことしたって言えばそんなにきつく怒られないかもしれない。の路上です。北斗、美香と一緒にパンサーで旧地区に行ってくれ。はい。ハロー、どうしたの？どうかしたの？僕、天才になった。このバイオリンで天才に。バイオリン大きくなって空に飛んでっちゃった。どうしたのかしら。気絶している様子もないのに。よかったな、もうこれでバイオリンのレッスンに行かなくて済む。ハルオちゃん、しっかりしたろうちゃん。ハルオ大丈夫？ハルオ、君はこの子たちと一緒だったの？ええ、バイオリンを弾いたら二人とも変になっちゃったの。そうか、やっぱりあれはバイオリンだったのか。ハローちゃん、バイオリンは。お母さん、バイオリンは空へ飛んでってしまいましたよ。バイオリンが空を飛ぶですって？バカなことおっしゃらないでください。本当です。それにおそらくあのバイオリンには鳥獣が取り付いています。冗談じゃないわ、高いバイオリンなのに。ハルオ、一体どうしたんです？美香隊員、この子たちをメディカルセンターに連れてって精密検査を受けさせてくれ。はい、北斗隊員は？バイオリンを、被害を広がるといかん。でもどうやって？私が行きます。あのバイオリンが音を出せば私には分かります。よし、頼む。私も行きますよ。高いバイオリンに傷でもつけられちゃ困りますからね。でもお母さんはハルオちゃんと一緒に病院へ。いいえ、ハルオは大丈夫です。立派なバイオリニストになる子が
バイオリンをなくしてそのまま帰るなんて許されませんからね。でもよし、ここで言い争っても仕方がない。美香隊員、この子だけを頼む。はい。あれだ、お母さん、あれが普通のバイオリンですか。ハローちゃん、あのバイオリンで急に上手に弾いたわ。本当？弾いたんじゃありません。きっとあの鳥獣が音を出したんです。北斗隊員、病院に収容した子は筋肉の力も考える力もほとんど抜き取られていることが分かりました。力を？あのバイオリンが吸い取ったんじゃないかしら。それであんなに大きくなったんだわ。美しい音で人の心を溶かし吸い取るんだな。少年がコントラバスから離れたとき、一発で預けてやる。よし。何をするんです。撃つわよ。一体何のつもりですか。ママ動くと撃つわよ。こんなことをしている間にまた被害が増えていくんですよ。あれなら、ハローは上手に弾けるんだわ。お父さんの志を継いで、立派なバイオリニストになれるんだわ。違うわ。あれは音が勝手に出るのよ。弾いて出る音じゃないわ。しまった。返してください。耳を押さえるんだ。お母さんも。なんて素晴らしい音楽でしょう。お母さん。だんだん正体を現してきた。ツヤツヤしてやがる。攻撃準備、攻撃準備完了、攻撃準備完了。
鳥獣ギーゴンは美しい音で人間の魂を吸い取り、人間の活力を音に変えてその体の中に蓄えていたのだ。今魂や活力は空を飛んで元の持ち主のところに帰っている。三河谷、はい、お母さんをメディカルセンターに連れてやんなぜ。はい。隊長、バイオリンなんか嫌だという春尾君の心が長寿を呼んだんですね。うん。それにあくまでバイオリニストにしようとするお母さんの執念が鳥獣にエネルギーを与えたんだろうな。ワンダー、ほら売ってくれ。ほら売ってないぞ。ほら売ってくれよ。しまっていくよ。元気な春を初めて見るような気がしますわ。お母さんの大きな期待が春尾君の気持ちを抑えつけていたんでしょうねえ。大将、子供は元気でのびのびと育つのが一番です。その上でなら学問でも芸術でも自分から進んで努力するようになります。本当におかげで私も夢から覚めたような気がします。ハローエブリワン、アイムヒロキ松本、アイムカヤの中村。俺たちの最後の物語がウルトラマンコネクション .com で配信スタートしました。
私が変身する謎のウルトラマンは何者なのか、そして彼方の結末はどうなるのか、その目で確かめてください。ウルトラマンコネクション .com でシャインブライトフラッシュでっかー。地球を守るのが俺たちの使命だ。俺だ。私が倒します。リーダー。史上最悪の敵、果たして地球の運命は。俺も誰かの大切なものを絶対に守る。失われたニュージェネレーションウルトラマンの記憶、ディメンションナイザーがつなぐ仲間と共に未来からのメッセージをつかみ取れ。ウルトラの歴史を取り戻す新たな次元のスター列伝がここに。ウルトラマンニュージェネレーションスターズ、毎週土曜朝9時好評放送中。おや、この中の何名かはチャンネル登録がまだのようだな。登録をしてもらえれば最新情報をお届けするぞ。さあ、ここをタップだ。頼んだぞ。